19世紀後半に北海道の墓地から研究目的として無断で持ち出されたアイヌ民族の遺骨がドイツから日本に返還されました。今138年ぶりにアイヌ民族の遺骨が返還されました。ドイツの学術団体が保管していたアイヌ民族の遺骨一体は1879年に札幌の墓地から掘り出して盗まれたことが当時の資料から確認され返還されました。138年の遺骨、それ自体はどんな思いで涙しているのかなと、そんな気持ちですね。アイヌ民族の遺骨は19世紀後半から人類学などの研究対象としてヨーロッパなどに持ち出されました。海外からの返還は今回が初めてですが、今も8カ国に遺骨が残されたままだということです。